はい、マスオ TV でーす。はい、今日はね、実はカラオケに行きましたー。すんごいいい部屋なんですけど。はい、でね、実はね、今日、秦基博さんのひまわりの約束っていうね、歌を歌って何点出るか、ちょっとね、測っていきたいと思います。この曲ね、僕大好きなんですよ。ドラえもんの映画見てから、もうずっと大好きで、うん。で、今日カラオケ出しちゃおうと思って。はい、やっていきたいと思います。何点出るんでしょうね。しかもカラオケでも全然歌ったことないんですけど、しかもこれ今ね、分析採点3って言ってね、すごく細かく採点してくれるのが今画面に出てるんですけど、これを載せちゃいけないらしいんで、はい、で歌っていきたいと思います。おっ、そう、この曲がたまらないっすね。よし、緊張する。何点出るかな。よし、いきます。どうして できるみたいなんですよ。果たして何点出るか。来た、いきます。じゃん、おー、見て、 94.272 点。音程 94.646、 テクニック93点、熱唱度が72点、安定感75点、リズム77点ということで、そういう感じなんですね。僕安定感と熱唱度がないみたいです。あとリズム感も、思ってたところじゃないな。僕テクニックとか全然ないなと思ってたんですけど、意外とこういう風な点数になるんですね。はい、なんかカラオケ来ると自分じゃ分かんなかったところ分かって面白いです。はい、ということで今日は秦基博さんのひまわりの約束歌ってきましたね。カラオケ楽しい。皆さんもぜひ一人でカラオケでもいいですし、みんなでカラオケ行ったりしてみてはいかがでしょうか。いやー、次何歌おうかなって感じですけど。はい、ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。うん、もうちょっとね、風船で上手くなっていきたいと思います。ということで、以上、マスオ TV でした。バイバーイ。